はい、どうも、お世話になっております。オカリナの平本です。ということで、新年明けましておめでとうございます。本年もね、よろしくお願いしますということなんですけど、ちょっとね、本日は元日から行ってきたんですけど、今日はね、私の動画にですね、初めてかな、高校生になってからは登場しました、息子の、いや、平本カンタです。そうですね、カンタレから撮りました、カンタでございますということで、まあ、実はね、一応、名目的にさ、オカリナ塾の塾長になってるの知ってる？知らない。全く知らない。本当に知らない。なんか抵抗やってさ、あの制服で着てたじゃん。あれが載ってますんでね。そうなんですよ。まあ今は結構 YouTube でね、パパやってんだけど、知ってる？見たことある？パパの YouTube。一、二本は見た。あ、そう。多少は見てる。友達とかは知ってる？友達は知ってるね。パパやってること？うん、知ってる。ほとんど知ってる。マジで？うん。男はほぼ知ってる。おそう。8割方知ってる。マジか。ありがとうございます。ということで。一人ヘビーユーザーの人いるよね。いや、そうだね。いるね。ほぼ毎日、毎日っていうか、ほとんどの投稿見てるね。あれ、下の名前誰だっけ？あ、ゆうきだね。うん。ゆうきくん。ゆうきくん、こんにちは。ありがとうございます。まだドラえもん服がね。ということで、オカリナ、どんなイメージ？オカリナ？うん。なんだろう、割とマイナーな楽器のイメージ。マイナーな楽器か。友達って、オカリナ作ってんだよって言っても分かる？いや、分かる。あ、ゲームでね、ゼルダの伝説とかでもね。ああ、そっか。あるから。マイナーではあるけど、うん、知らなくはない。何それってほどの楽器ではないと思う。ああ、そうか。じゃあ、分かってはいると。まあ、うん、まあ、あらかたわかるね。でも、吹いたことはないよな。多分ね。うん、まあ、でもあれだな。値段言うとびっくりするけど。意外とそんな高いんだって。ああ、うちは割とハイエンドだからね。だから、しょぼめの500円とかのイメージだと思うから、そうだね。まあ、5万とか10万とか普通にするからね。まあまあまあ。うん。それ言うとビビる。まあ、えってなる。そうか、なんか買おうかなとか言ってくるよって言って、買えるわけないああ、なるほどな。まあ大丈夫、ガグ割り聞くから。ああそうか。で、将来やる気なんかは？将来やる気、なんか よほど途方に暮れたらやるかもしれない。よほど途方に暮れたら、なんか一旦一般企業潰れちゃって、もうやる、就職もなんか、何社も落ちてますとかなったら、やるかもしれない。もうね、滑り止めの滑り止め。そう、基本的にはもう本当に妹に任すしかない。まあ、そうだね。だって、パパも高校生の頃やる気なかったからね。確かに。一応高2じゃん。そうだね。まあ、とりあえずは、ね、東京の大学？うん。うん、東京の大学目指して、まあ、いくつか行きたいとこあるんでしょ？まあ、私立、国立。私立。国立はやんない。国立はもう、眼中いない。もうダメ。まあ、行ける気がしない、そもそも。ああ。自分の性質に合ってないと思うから。そうか。じゃあ、私立文系か。私立文系だね。そうだね。ということで、まあ、あと1年ぐらいね、あるんで頑張ってもらいたいけど、簡単にもね、頑張っていきたいと思いますけど、まあ、妹の方が合うか。まあ、この職業には合うんじゃないかなと。ね、ああ、ということでね。で、またね、その YouTube 見ててもらって、一応ね、仮に、オカリナ塾っていうの塾、なんつうんだ、校長？塾長になってるからね。非常にそこからの人でもね、いろいろこう買ってくれる人がいるんでね、ちょっとお礼を言ってくれ。はい、ありがたい。ありがたい。そうですね、本当ね、皆さんが言いないとあなたね、まあそうだね。東京の私立文系なんか出せませんからね。ああ。お金めっちゃかかるんだから。ということでね、これからもですね、ちょくちょく、出てね、うん、うん、AO に使えると思うよ。本当に？本当、パパの YouTube を手伝ってみました、1年間って言って。1年？まあ、月2、3本出ればいいんじゃん。したら、もしかしたらね、お前さん宛にさ、コメント来るかもしれないからさ、そういうこうね、社会的実験をね、もう父親と一緒にしてましたっていう小論を書きゃ受かるかもしれない。ということで、まあ、
まあ、これからもね、ちょっと、まあ、一応私が2代目になってて、まあ、3代目やるかどうかは別としてね、うん、うちのじいちゃんが、これですね、まあ、皆さんのおかげでですね、こうやってすくすく成長しておりますんで、今年ね、2022年ね、皆さんと共にですね、楽しくいければいいなと思ってますんでね、今年もよろしくお願いいたします。お疲れ。いやなるほどなるほど、やっぱりカンターレだね。